皆さんこんにちは。今日はこの、絶対に押してはいけない、ボタンというゲームを、遊んでいこうと思います。どうやら、脱出ゲームのようです。絶対に押してはいけないって、大体押せってことですよね。どうなんでしょうね。それでは、始めましょう。という感じで、始まりました。これがその、押してはいけない赤いボタンですかね。押してくださいって言ってるようなもんですね。まあ今は、ルールを守って押さないでおきましょう。これも要チェック。右側にはドアがあるだけ。後ろ側にはカメラ。あと、見づらいですが、なんか二つのくぼみがありますね。左側には何もなし。これで全部です。これ、本当にこの赤いボタン押さなくてもクリアできるんでしょうか。やけくそでドアを連打してたら、ドアノブが取れました。なるほど、ドライバーになってるんですね。とりあえず2枚のプレートを回収。くぼみにはめるんやろ。あ、無理やった。お、ピンクの方が、右のくぼみにはまりましたね。右の方？え、なんか、新しいボタン増えたやん。とりあえず取れるプレートを回収。ピンクだからここにはまりそう。三つ目のボタン登場。カバーがついてますね。で、ここが大事なところ。黄色いボタンを押していいのか。ルールでは、赤いボタンとしか言われてなかったから、セーフなんじゃないか？うわ、なんかビビるわ。でもここでおじけづいていては、脱出はできないな。おお、セーフ。脱出ゲーム恒例の、数字入れるやつですね。なんか手がかりあったかな？これも、よくわかんないですしね。来たー。いやー、これはむずいわ、気づかんわ。鍵ゲット。多分ここのですね。ふふふ、もう私には、その脅しは通用せんぞ。やば。ボタンのようなレンズ？なんだこれ。青のボタンは、押すと小さい点がつくようになりましたね。黄色も一緒です。で、これは押しちゃダメ。このレンズをどう使うかですね。じゃあ来たー。アイテムを組み合わせて使うのか、そりゃ盲点だったわ。さすがにもうビビらんぞ。お、数字が出てきた。なるほど、最初に見たやつと繋がってるな。注意が黄色、止まれが赤、進めが青。それぞれを2回、0回、1回押せばいいんだな。2回。赤は0回。あとは、青を押せば。お、開いたというわけで、ゲームクリアです。普通に面白かったです。続編もあるみたいなので、気になる方は、ぜひやってみてください。それでは、ご視聴、ありがとうございました。最後に、おそらく皆さん気になっているであろう、赤いボタンを押したら、どうなるのかを見てみましょう。
はい、皆さん、ルールは守りましょう。